今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてまいりましたよね。今まで我々があまり知らなかった競技までスポットが当たるようになってきてます。この番組でも、このブラインドサッカーとかね、そういうのをご紹介してるんですがね、今日はねボッチャなんですよ。ボッチャご存知ですか？私も知らなかったんですが、今日はボッチャじゃなくてですね、サイバーボッチャって上にサイバーがくっつくんですよね。どんな競技なのかちょっと楽しみにやってまいりましたが、このサイバーボッチャを開発されたのがこちらでございます。澤部義明さんでございます。今日はよろしくお願いいたします。澤部さんはこのワントゥーテン、ホールディングスの社長さんということで、これを後ろにねコートがあるんですよ。これ開発されたってことなんですが、これどういう経緯だったんですか？今ご紹介いただいたようにね、ワントゥーテングループっていうのは広告中心に IoT とか AI とか空間クリエイティブとかいろいろやっている会社で、デジタルに強い会社なんですけど、で本業はそっちです。ただ私が個人的にオリパラ組織委員会のお仕事とかね、いろんなパラリンピックの普及に関わるお手伝いをしている中で、今いろんな全国で体験会とかね、パラスポーツを普及しようってことでメディアも取り上げたりとかやってるんですけど、正直あと3年っていうのが迫った時にね、本当にパラリンピックという競技にね皆さんが興味を持って会場に足を運ぶっていう状況が達成できるかというと、僕は危険だと思ってます。で何かこれまで我々が培ってきた技術とかね、スキルを使って何かお役に立てないかなということで、これを開発しました。今日は一つよろしくお願いいたします。ワントゥーテンホールディングスは平成9年ウェブサイトの制作会社として創業。20年経った現在では VR を使用した体験型のデジタルコンテンツを制作するなど、時代の最先端を行く IT 企業へと発展しました。社員の数は150名以上。天王洲のオフィスでお話を伺います。IT って結構前から言葉としてはあるじゃないですか。ただ中身って本当に日進月歩っていうか、ちょっと横向いてたらどっか置いてかれちゃうっていうか、違うところへ行ってるっていうような、そういう変化の激しい世界ですよね。そうですね。今僕の感覚だともう2年単位ぐらいで新しいのが出てきて、今年だったらね、なんていうかな、 AI を搭載したスピーカーだったりとか VR だったりとか。こういうのがもう毎年とか2年に1回ぐらい出てくるような、そういう状況になりましたね。だからそういう一見おもちゃに見える新しい技術を触りながらアイデアを作っていくっていう、そういうことをやってますね。正直今って特に日本企業の場合ね、なんかメーカーも含めて新しい技術開発で新しいテレビが出たとか新商品が出たって言っても、もうみんな全員がそれを欲しいとかっていう時代じゃないじゃないですか。でそうすると本当に素直に自分がこれとね一緒に生活したいなとか、これがあると自分の生活がどう変わるのかなとか、そういうところで心を変えていかないといけない。でそういうふうにして我々20年間やってきたんですけど、ふと立ち止まってみたら日本の今の置かれている状況っていろんな課題があるじゃないかと。でこれただ物を売るためだけのこの技術をとかね、我々のクリエイティブを使うんじゃなくて、もっと世の中を良くする方向にこの、ね、我々のパワーを使えばいろんなことができるんじゃないかってことを思い始めて、ずっとそれを活動としてやってると。世の中を良くしようっていうことと、それからその遊び心みたいなものと、それから技術があって、それが一つになるのかならないかもこそ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 してるうちに、そんなとこから生まれてきたっていうのがこのサイバーボッチャっていうものなのかななんて今ちょっとちらっと思ったんですが、これ何か出会いっていうか、そういうきっかけとかっていうのがあったんですか、ボッチャっていうのは。僕18歳で92年にバイク事故で車椅子生活になったんですね。でその後2年半病院4つ転々としてリハビリをいろいろ頑張ってたんですけど、その時に実はボッチャに出会ってるんです。でいざね、僕はこのテクノロジーの業界でとか広告業界でいろいろやってきて、今だったらボッチャをねもっと面白いものにアップデートできるんじゃないかなって思い始めて、でそれで作ってみたっていう、なるほど。完全仕事ほっといて公私混同でやってるんですか。いやでもそれはあれですよね。澤部さんが遊びたいっていうそのおもちゃの部分のなんかこう湧いてきたものですよね。もっと面白くできるし、そうすることによってきっと体験がもっと増えてね、理解が進んで見に行きたいって人が増えるんじゃないかなって正直に思ったんで、作ってみたっていうね。ここで坊ちゃんのルールを説明しましょう。まずジャックボールと呼ばれる白いボールを投げます。この白いボールに向かって赤、青それぞれのチームが6球ずつボールを投げ、最終的に最も近づけた方の勝ちとなります。で実際の試合では微妙な場合は審判がね、定規を持ってきて、距離を計測するわけです。こう測るわけです。なんかもう、あ、どっちとかってことになりますね。分かんないじゃないですか。でこれをまあ言ったら一回一回測るのがまあ地味なんですよ。でも仕方ないですよね。アナログなんで。でまあそういった課題とかもいろいろあって、なんとかしたいなっていうのでサイバーボッチャを作ったんです。なるほどね。じゃあこれがねサイバーボッチャになるとどうなるかっていうのをこの後にお見せいたします。というわけで。早速サイバーボッチャに挑戦していただきましょう。あ、白いボールをなんか追っかけて、あらららら、もう場所がこう出ちゃうんですね。これでね、こうあこの上にセンサーがついてるってねいうことなんですよね。そうです。その2つのセンサーでミリ単位で位置を計測してますね。その次赤いボール投げるね。おでこれもやっぱり位置が分かってそうです。それで計算されてるわけだ。82センチと。でこれを今まで人手でやってたわけですね。そうですね。定規を使って1回か測ってたので、それを全部自動のね、状態にしたと。なるほど。じゃあちょっとはい頑張ってますよ。初めてだからねうまくいくかどうか分かんない。近づければいいんですよね。そうです、はい、よいしょ。お青思いのほか転がっちゃうんだなあ結構でもなんかどっちが、あでもどっちだ赤の方が近い。こういう微妙な時にやっぱりこれいいですね。あ私の方が近いのかな。どっちどっち微妙。あれとかということは青が近いってことだから。そうです。師匠の方が近い。あ私の方が近いんですね。そうです。こんな微妙なもんもちゃんと測れちゃうんですね。そうです。おおあっああこれはもうこれは逆転うまいな。逆転された。社長ねこのね偶然この投げた球がこうなんていうんですかこのビジュアルがどんどん変わっていくってこういうところなんだと思うんですね。工夫されたところって。そうですね。やっぱり我々としてはそのバーとかねいろんな商業施設とか、本当に日常の中にこれを置きたいと思っていて、いかにこのビジュアルでね、こう気分を高揚できるか、だからどうかするとお酒飲みながらとかやってもいいかななんてね本当本当思いますよね。カクテル飲みながらね。はいじゃあいきます。よいしょ。おあダメだダメだ。自爆したもう完全にくっつけちゃったよ。もう楽しいですねこれね。いや今日もありがとうございました。いやサイバーボッチャ面白かったですね。よかったです。いやなんか見ていただいた方にもどうですか伝わりましたですかね。こういろんなやっぱり演出があるんでとても面白くできたし、なんか至るところでこんなことがあるとやっぱりそのまあボッチャが盛り上がるでしょまずね。その先にパラリンピックも盛り上がっていくっていうそういうことがなんか見えますよね。本当にまあこれだけじゃなくてねいろんな競技にこうデジタル技術が加わることで2020年本当に東京が遊園地みたいになってねいろんな外国の方とかがね東京って面白い街だなってなんか言ってもらえるようなこう空間作りというか場作りを我々がしておもてなしができたらねなんかすごくいいなと思うし東京大会らしいね見せ方になると思いますけどね。私ね落語やっててね一応落語も東京っぽいもんなんですけどねなんかこれできませんかねこれ落語でこれサイバー落語このなんていうか私の落語に反応してこれがどうにかなるとかねいやあり得るんじゃないね。私あんまりプログラム通りに落語やれない方なんですけど大変ですからね。面白いですね。いかがでしたでしょうか。なんかボッチャちょっと親しみが持ってました。私もちょっともうちょっと上手くなりたいなって思いましたけれどもね、皆さんいかがお感じになられたでしょうか。さて次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。